トレードでやってきました飯田、2番手マウンドに上がっています。これは変化球、空振り三振でワンアウトです。ちょっと今高めの変化球で島内もどうしようか迷った中で、そうですね、どうしようか変化球、空振り三振。最後は変化球、タイミング合いませんでした。そうですよね、もうあれ以上甘いところは投げてくれないですよね。まあ、ただ飯田選手の、ね、こう気持ちが非常にこう勝負に向かってますので、ちょっとした投げミスとかっていう出てくる可能性ありますんでね。レフトへ高く上がった打球は伸びはないか、レフト、これ足が止まります。吉田正尚掴んでスリーアウト。ここは代打ロメロでしたけれども、レフトフライに終わりました。相席をこのまま行きますと初勝利。トレードでアフロードにやってきました飯田です。最後はナックルカーブ、空振り三振でゲーム終わりました。最後はディクソンが締めてゲームセット。飯田が移籍後初勝利ということになります。今中島監督代行と2人で話をしています。あ、そのボールが今飯田の手元に渡されましたね。トレードやってきてもすぐ、一軍に呼んでもらって、そして勝ちがつきました。そうですね、